本日のメインイベント NWA 世界ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。赤コーナー挑戦者255番頭ハリーレイス、日を追って非常に厳しい表情になってまいりました。 NWA のベルトをアメリカへ持ち帰ることができるかハリーレイス。320番頭ジャイアントバーバー、今夜2度目の防衛戦、果たしてタイトル防衛記録を伸ばせるかどうか、ジャイアントババであります。今夜2回目の防衛戦を迎えました NWA 世界ヘビー級チャンピオンのジャイアントババ、今夜も NWA のタイトルマッチ改正ルールで勝負は行われます。60分の一本勝負、反則勝ちでもタイトル移動、そして場外は10カウントという改正ルールであります。 NWA のオフィシャルレフリー城樋口レフリーが入念な両選手のボディチェック、注意が与えられました。さて60分の一本勝負、ジャイアントババ2回目の防衛戦、ハリーレースはジャイアントババに2度目の挑戦であります。さあ田津浜さん、はいはい、いよいよ始まりましたが、過去2回の試合ともですね、はい、ババの挑戦試合、それからババの防衛試合、はい、もう本当に、おっとちょっと待ってくださいよ、シュミット式のバックブリーカーだ、ワンハンドバックブリーカー、おっとこれは挑戦者ハリーレースが見せました、ワンハンドバックブリーカー一発目を敢行いたしました、チャレンジャーのハリーレースであります。ほら初めからとにかく積極的に出ましたね、ハリーレースは。そうですね、はい、先制攻撃を見せました。過去2回の立ち上がりとちょっと違いますね。違いますね。そうですね、今までのところはね、はい、過去の成績にしても、はい、2回の試合にしても馬場選手の方がね、はい、私は6分知るで良かったと思うんですね。そうですね、今後もね、チャンピオンになればいろんな有利があるし、心理的な問題があるので、現在のところ馬場君の防衛の方がずっと有利ですね。ババの表情が歪んでいます。思わぬ先制一打によりましてちょっと劣勢に立ちました。チャンピオンの世界のジャイアントババであります。第55代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオン、そしてババがいい体勢に持ち込もうとしてるんですが、しかしがっちりと首を取って離しません。チャレンジャーのハリーレース、ハリーレース今度とにかく積極的な意欲見せましたね。本当ですね、まあ、ハリーレースはこの来日スケジュールを見てみましても、後楽園ホールからのアブドラゾブッチャーとの特別試合だけしか残ってませんからね。そうなんですよ、本当にもう最後の最後というような感じがいたします。チャレンジャーのハリーレイス、裸締めに行きました。チャレンジャーです。今夜も串間大会の時と同じように、奥さんのイボンヌ夫人とそれから9歳になります坊やがこの試合を観戦中です。串間大会の馬場に対する挑戦試合の時にもこの奥さんと子供さんが見てきたんですけれども、配色が濃厚になると坊やを抱きかかえるようにして控え室に戻っていきました。やはり父親の負けるところは見せたくないんでしょうね。そうですよ、それはね、果たして今夜はその お父さんの嬉しい表情を見られるかどうか。イボンヌ夫人とジャスティン坊やです。9歳、ジャスティン坊やは、親父の子は、まあ、カエルの子はカエルというんでしょうか、アマチュアでレスリングをやっているとこのように聞いています。さあチャレンジャーのハリーレース、がぜん調子を出してまいりました。2回目の防衛戦、さあジャイアントババがここで一気火星に攻める込むか、ショルダースルーで落としました、ショルダースルーで落としました。そしてジャイアンチョップを見舞います。チャンピオン世界のジャイアントババ大きく持ち上げて角度がいいぞ。この2回、過去2回の対決におきましても非常に抱え投げが、落差の大きい抱え投げが見事に決まっておりました。ジャイアントババであります。さてこのジャイアント馬場なんですけれども、はい、第49代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンになった時にも、7日殿下で、まあ、タイトルを奪われてしまったわけですけれども、今夜がちょうどですね7日目に当たるんですね。いやそれだけに余計ね、はい、これはどうしてもキープしたいでしょうね。そうですね、渡してもらいたいし、可能性は私はあると思いますね。まあ、この2回目の防衛、しかも防衛の日が7日目というこのジンクスがですね、はい、今日と出ないで吉と出ればいいんですがね。そうなんです、でも今までのところね、初戦ハリーレースが非常に積極的に出たが、はい、馬場選手の方はですね、むしろやっぱり馬場ペースですね。これは馬場ペースですか、はい、なるほど。今日は積極果敢に飛び出しております、技を出しておりますチャレンジャーの、ハリーレースです。さあ世界のジャイアント馬場がここでようやく自分のペースをつかみかけましたが、さあロープを大きく使います。さあ何を持っていくか、おっとそのまま体当たりだ、そのまま覆いかぶさったが、さあカウント、初めてのカウントが入りました。
今の自分の体を合わせた技はいいですね。はい、いいですね。体力に物を言わせました。そして川津落としから川津掛け、川津掛け、さあ得意技を早くも敢行いたしました。世界のジャイアント馬場、防衛なるかどうか。防衛なれば自らの NWA の世界タイトル2度防衛、新記録ということになります。そのままもう1回抱え投げに持っていきました。今回のね、はい、馬場選手のね体調ってのは実に素晴らしいと思うな。なるほど。この人の長所のね足がいいんですよ、これはね。そうですね。足の良さと懐の深さっていうものをね、はい、十分に発揮してますね。そうですね、まあ、おっしゃる通り技のキレ、それから軽快なフットワーク、動き、インサイドワークのうまさ、さらにまたコンディションの調整、いずれをとりましても現在のジャイアント馬場は最高の状態にあります。そういえば馬場選手が PWF のヘビー級のタイトルを取った時が47年の10月22日から48年の2月の27日にかけての10番勝負で取ったわけですけれども、その時の相手がブルーのサンマルチのテリーファンク、それからアブドラザ・ブッチャー、ザ・デストロイヤー、そしてスナイダー、ドンレオ・ジョナサン、パット・コーナー、ボー・ブラジル、こういう世界の強敵を相手に10番勝負で初代の PWF の王座についたわけです。その時にも心身ともに絶好調でしたジャイアント馬場。やはり立山さん、はい、大きなタイトルをものにするときはですね、はい、そういったものが全てが噛み合った時でなきゃ取れないんですね。そうなんですよ、はい、でコンディションのね持ってき方が実にやはり馬場選手はうまいですね。そうですね。それで何といってもこの人の足腰の強い間はね、これはもう大変なね武器ですね。はい、勝負はタイトルマッチ5分が経過しています。しかしまあ世界最高峰を極めた同士の対決だけに本当に一瞬の隙が大事です。過去の2回の試合を見ましてもですね、はい、このジャイアント馬場が挑戦した試合は、ジャンピングネックブリーカードロップで取りました。それから初防衛の時にはバックドロップでしたがね、両者ともに得意技を仕掛けたその一瞬の隙をつきましたね。そうなんです。さあチャレンジャーが、おっとこれです、バックを取る、うまく今回もバックを取ったが、バックドロップ、バックドロップ、バックドロップ、あこれは1回目の防衛はこのバックドロップで成功させました。さあカバーの体勢どうだ、2回目の防衛なるか、返します、チャレンジャー返します、ハリーレース返しました。さあここはもう追い打ちをかけます、上気をつかみました、チャンピオンのジャイアント馬場であります。2回目の防衛戦、フライングメイヤー首投げ、自分のペースに取りに行きます。さっき私が申し上げたこの一瞬の隙ですね。そうなんです。先ほどのバーディカルスープレックス、ブレンバスターはこのハリーレースの得意技なんですけれども、一瞬の隙をついて後ろに回りましたね。そうなんですよ、相手側のね得意技の裏を取る、はい、いわゆるこのマッハのタイミングとで言いましょうかね。そうなんです。相手が得意な技を打ってきた時にはですね、一瞬空白状態が見られますからね。 その一瞬の隙をついて返しました。ジャイアント馬場のうまさです。オールテーズに習ったというんですね、はい、あそうなんですね、うん、まあ、過去いろいろとこう辛酸を舐めました。過去の19年間のキャリアがこの大試合で爆発しています。さすがに馬場ですね。馬場ですね。この世界最高のタイトル NWA の世界ヘビー級のタイトル、やはりこの力だけではなくてですね、はい、過去のキャリアがいかに大事かということを思い知らされましたね。そういうことですね、はい、それとね、歴代のチャンピオンの中で、これだけね足腰の強い人はないですね。なるほど。その点だけは抜群だと思いますね。その足腰ですけどね、過去2回は、挑戦試合、それから初防衛戦の試合、ジャイアント馬場の得意とする32門ロケット砲がちょっと決まりませんね、決まらないけれどもね、またそれが一つの大きな不気味なね、うん、脅威になってますね。ははそうですか。まあ、先ほどの田山さんの発言ではありませんけれども、宮崎県の福島大会の時にバックドロップを打つ瞬間、ジャイアント馬場選手は昭和39年の2月の6日デトロイトオリンピア、スタジアムでルーテーズに挑戦して敗れた試合を一瞬思い出して、その瞬間の隙をついてルーテーズに取って切られたバックドロップを見事に見せたと試合の後語っておりました。そうでしょうね、テーズのまた最もそれが得意なところですからね。そうなんですね。レスリングってものは要するに相手の得意技の破綻、はい、返し技にあるんですからね、そうなんですね。これが妙味ですよ、はい、そこがこのプロレスの面白さですね。そうなんです、さて頭をがっちりと取っておりますチャンピオンのジャイアント馬場であります。さあがっちりと首を取っておりますが、どうやらリングサイドにジャンボ鶴田選手がこの試合じーっと待っておりますけど、ちょっと待ってください、チャレンジャーの攻撃です。チャレンジャーの攻撃、さあバックを取った、もう一回アトミックドロップで返す、取られた技には取った技で返します。ジャイアント馬場です、目がランランと光っております。さあチャレンジャーのハリーレースが
モンドリと打ちました。頭をちょっと打っております。頭というか額の部分を打っております。リングの中におりますのはジャイアントババ。今日も改正ルールだ、10カウントでチャレンジャーリングの中に入りませんと負けます。タイトルをアメリカに持ち帰ることができません。今回の来日ではこれが最後。アブドラド・ブッチャーとの特別試合が組まれておりますだけに NWA の世界タイトルはこれが最後。さあ今度はロープ越しにジャイアントババがリングの中に引きずり込んでまいりました。ストンピングの体勢です。ストンピングに出ました。チャンピオンのジャイアントババ。さあ145キロ全体重を乗せました胃袋のあたりです。一瞬呼吸が止まりますね。止まります。この技はいいですね。そのままカバーの体勢だ。決まるか。決まらない。あ、よく返した。ハリーレースも返します。さあこのあたりは両選手の動きが非常に活発になってまいりました。またしてもフライングメアでリングの中央にいい位置に取り戻しました。ジャイアントババです。それでは一つジャンボ鶴田選手に聞いてみましょう。ジャンボ鶴田選手、どうですか今馬場選手の動きを見てて2度目の防衛なりそうですか。そうですね、最初からねでかい技出してるんでね、調子はいいと思いますよ。だけどはい、ハリーレースもねやっぱチャンピオンですから、やっぱし1回2回はその手を食ってもね、3度同じ手は出てこないと思いますね僕は。なるほど、その辺が難しい。 そして、まさか、カズンが来てるでしょ、はい、でその前でやっぱし一生懸命やってですね、必ず防衛して変えたいと思ってるんじゃないですか。なるほどね、はい、まあいいところを見せたいということで、はい、やはり相当その今日のハリーレースは警戒を要するとそうですねいうことは言えますか。ちょっとありがとうございますね。こういったところです。読売テレビの竹山アナウンサーにリングサイドにいますジャンボ鶴田選手に戦況をちょっと聞いてもらいました。さすがにジャンボ鶴田も冷静に判断してますね。まだまだ油断大敵だということを語ってますね。さあ再び試合に戻しましょう。リングの中央であります。まあ馬場選手としてはね、要するに、引き分けに持っていけばいいんですからね。はい、そうですね、無理しないで、危ないことはやらないで、はい、ぜひこれは引き分けにでも持ってってほしいですね。それではアメリカサーキットをやってもらいたいと思います、はい、そうですね、まあ、NWA のタイトル運営委員会の指名によりまして NWA の世界ヘビー級の選手権次期開催地はテキサス州のダラスということが決まっております。まあ、当然ジャイアント馬場選手もアメリカ遠征行くつもりでありまして、すでにもう馬場はパスポートを試合用のカバンに入れております。ダラスの暑い日になりますよ、はい、これは本当ですね、うん、大いに、まあ、長いことこの NWA の、ヘビー級のベルトをずっと守ってもらいたいですね。そうなんです、はい、そうしますとこの今話を伺いましたジャンボ鶴田にしましても、はい、もう一回ジャイアント馬場に挑戦というチャンスもありますからね。あ、そういうことです、はい、東口もそれを狙ってるでしょうね。そうですね。そして日本のファンもずっとこの NWA の世界ヘビー級のチャンピオンベルトをジャイアント馬場に守ってもらいたい、これが願いであります。さあジャイアント馬場が生き返りました。逆水平でまたしても場外に突き落としました。馬場好調です。相変わらず馬場好調であります。今夜は NWA の世界ヘビー級の選手権試合2回目の防衛戦ですが、これは馬場の長い足首を持ちまして場外に引きずり落としました。そしてこれです、場外でのパイルドライバー。ジャイアント馬場体重があるだけにこう返した、返した。さすがに冷静馬場、世界チャンピオン馬場、うまく切って返しました。ジャンボ鶴田は場外での勝負の時にはこのパイルドライバーを、それからブレンバスターを送ってとうとうタイトルを取れることができませんでした。さすがにジャイアント馬場であります。うまく切って返しました。今のはレースとしてはまずいですね。まずいですね、損したですね。そうですね、ちょっとダメージを残しています。さあ家族が見ている前でタイトル奪還なるかどうか、ハリーレース。さあここでチャンピオンのジャイアント馬場一気加勢に攻め込んで2度目の防衛はもう目の前です。ネックブリーカードの大技を展開する馬場。馬場2回目の防衛どうやら成功しそうだ。どうだ、あっと足を突き出した、足を突き出しました。チャレンジャーのハリーレース、計算してます。もう後がないだけに本当に必死ですね、計算してますよ今の場合、ね、全ての気力を振り絞って今日の戦いに挑んでいますチャレンジャーのハリーレース。そして今度はパイルドライバーはジャイアント馬場が見せます。脳天食い打ち、これがフィニッシュになるかどうか。しかしロープのそばだ。しかし抑え込んだ。カバーの体勢、右足を突き出す。ハリーレース右足を突き出しました。必死です。その右足を突き出したその奥に奥さんのイボンヌ夫人と息子さんがいます。さあ大変な一戦になってまいりました。 NWA の世界ヘビー級のタイトルマッチ、ジャイアント馬場にとりましては2回目の防衛戦。第49代の世界チャンピオンの時には2回目の防衛戦でジャック・ブリスコに敗れています。その2回目の防衛というのが鬼門になるかどうか。しかも今夜は7日目の防衛戦です。さあダイビングヘッドバットを打ってまいりました。
ハリーレース18番中の18番、ダイビングヘッドバットを敢行してまいりました。第54代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのこのハリーレース、そして2位スタンプです。過去の2試合でもこの2位スタンプ、それからヘッドバットによりまして期待を切られましたチャンピオンのババ、ちょっとババが危険な状態返した。必死で返します。2回目の防衛。前半序盤戦はハリーレースが突然とワンハンドバックブリーカーを仕掛けて劣勢に陥りましたが、さあ今度はおっと体を浴びせ倒した、そのまま抑え込む防衛だ、ダメ、いや返した、ハリー返しました。ハリー必死です。どうしても今夜が最後の NWA 世界ヘビー級選手権、アメリカに持ち帰らなければなりません。それが使命です。さあ脳天空手配り、ジャイアントババ今度はダブルチャップ、脳天に炸裂、防衛かダッシュか、すごい試合になってきた NWA の世界ヘビー級の選手権。ジャイアントババ2回防衛すれば自己の新記録にもう一つ新記録が加わります。ジャイアントババ必死であります。ハリーレースも必死であります。顔面好調であります。さあボディに一発パンチを苦戦いたしました。勝負の方は15分が経過いたしました。勝負は15分が経過いたしました。 NWA の世界ヘビー級の選手権試合、さあサイドスープレックスだが、あーっと決まった。ババが対角線上に後ろ側に放り投げられました。ハリーレースカバーの体勢、返す、ババ返しました。いいですね今のね、いいサイドスープレックスは効いてますね。今のは見事ですよ。頭の後頭部を打っています。ババであります。ちょっと起き上がるスタンディングポジションを取る姿勢がちょっとルーズになりました。そしてハリーレースがパイルドライバー脳天食い打ち、これは効いたぞ、まともに当たりました。キャンバス中央、キャンバス中央、大隈選手あたりが気合をかけました。ババ生き返るか、ババ生き返るか、返った、返しましたね、ババ返しました、もう必死ですね、必死ですよ。2回目の防衛戦、ジャック・ブリストには2回目の防衛戦で敗れています。自己の新記録を伸ばせるか世界のババ、さあ2位スタンプを打ってまいります。2位スタンプを打ってまいります。ちょっとこれは危ないですね、ちょっと危ないですね、ちょっと動きが、チャンピオンの動きが鈍くなりました。徐々にこの力を蓄えておりますこのハリーレース、中盤からどうやらハリーレースのペースになりそうですね、そして距離を測っておいて何でいくか、ダイビングボディ、ダイビングヘッドバット、ダイビングヘッドバット、これはうまくかわしました。やっぱり一瞬の隙をつきました。はい、よく見てましたね、見てました、はい、この辺りがキャリアなんです。過去20年のキャリアがあります。ジャイアントババあくまでも冷静、さあ立ち上がって先手必勝だ、先手必勝だ、膝をちょっとくの字、そしておっと16番アゴの先端に打ちました。そしてそのままカバーの体勢、防衛か、ダメ、あ返した、また返す、本当によく返します。必死、ハリーレース必死、やる、そうですね、ものすごい必死の形相になりました。ハリーレース本当に厳しい表情です。どうしても返さなくてはなりません。アメリカにタイトルを持ち帰りたいハリーレース必死、16番顔面に、これがフィニッシュ、これがフィニッシュ、ファンは願っている、防衛か、ダメ、また返します。ハリー返しました。さあもう何が何でも防衛しなくてはなりません。今度はおっとジャンプ1番、今手を落としたんですか、手を落とし、2サップですか、膝ですね、はい、手刀ですか、はい、手刀を見事に落としました。さあハリーレースがグロッギーだ、ハリーレースがグロッギーだ、ジャイアントババチャンス、ここはチャンス、もう1回ジャンプ1番、手刀を落としまして機体がどうやら切れたようです。ブルーのキャンバス、ブルーのキャンバス真っ赤に血塗られました、はい、あっとハリーレース出血、チャンピオン有利、チャンピオン有利、その激しい血が目の中に入ります。ちょっとめくら状態のハリーレース、さあジャイアントババ一気火星に攻めるか、大きくロープに飛ばして、さあ16問カウンター、いよいよババの殺人コースか、ババの殺人コース、さあ防衛が近くなってまいりました。いいペースですね、そして川津だけ、川津落とし、これは決まっただろう、2回目の防衛、さあロープににじり寄る、ロープににじり寄った、ハリーレースロープににじり寄りました、かろうじてロープに助かりました、ロープブレーク、リングサイドのミセスとね、後ろ回りからいなくなりましたね、リボンの夫人と、それから9歳の坊や、ジャスティン坊やが、おっといますね、ジャスティン坊やがいます。2人がもう一生懸命この試合を観戦しています。さあジャイアントババまだ有利だ、まだ有利だ、さあ出血をしております。ハリーレース、さあ必死です、なんとしても NWA のタイトルをアメリカに持ち帰る、この義務感だけでしょう、ハリーレース。さあ一瞬にて攻守ところを変えました、ハリーレースがセカンドロープ、セカンドロープ、トップロープ、ジャイアントババ気がついた、殺人ホイップ、デッドリードライブの体勢、過去2回も成功しているデッドリードライバー、引いた、リングの中央、さあロープに飛んで何を持っていくか、おっとおっと、ボディープレス、ダイビングボディープレスは失敗、両方の膝が
両方の膝が胃のあたりに炸裂。これは思いもやらぬハプニングであります。よく見ておりました。チャレンジャーのハリーです。ハプニングが起こりました。両膝を膵臓に打ち当てました。両膝を膵臓に打ち当てました。胃袋のあたり苦しい。ジャイアントババの表情、さあ一瞬にして攻守交代。さあここで生き返るか。チャレンジャーのハリーレースが大技ブレンバスター、いや脳天食い打ち。これは怖い。145キロの自らの体重で損してます。さあそのまま覆いかぶさったタイトル移動か。あよっ大丈夫だ。あよっ、チャンピオン守ります。まだチャンピオン守ります。第55代の名誉にかけても何としても守り抜かなければなりません。今夜のこの尼崎の超満員のお客様もそれを願っています。一方のハリーレースは家族、奥さん、そして坊やの前でタイトルをアメリカに持ち帰ることができるでありましょうか。さあネックブリーカードロップ、さあ必死で返しました。ジャイアントババネックブリーカードロップ、リングの中央、ロープに逃れることはできない。カバーだ。これはチャンス、ババチャンス、坊やか、ダメ。必死で返します。返しましたね。凄まじいスタミナですね。大変なもんですよ。そうですね、勝負の方はいよいよ20分が経過してまいりました。白熱した NWA の世界ヘビー級の選手権、まともや流血戦になってまいりました。チャレンジャー死体を切っています。ババはまだ切っておりません。スロー、ダイビング、ボディシザースドロップ、フライングボディシザースドロップ、キックがダメ。よく返したですね。よくジャンプしました。両方の足を相手のボディに絡ませました。フライングボディシザースドロップ、これはもう効いたかと思いましたが、ハリーレース必死で返しました。そしてジャイアントババがセカンドロープから何を持っていくか、何を持っていくか、トップロープから、トップロープから、さあ飛ぶのか、飛ぶのか、おっと、さあウルトラシーを見せるか。ああ、そのままフライングボディアタックだ。フライングボディアタック、聞いたが逆を返された。片指片指、危ない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 、負け。一瞬の逆転技、一瞬の逆転技、ババ敗れました。今とにかくカウントスリーが入りました。ババ敗れました。ババ敗れました。ハリーレース、ハリーレース勝ちました。またしてもタイトル移動であります。この瞬間、第56代ハリーレース今の世界チャンピオンまた誕生いたしました。今奥さんのイボンヌ夫人、坊やも喜んでいます。ババ敗れました。思い切ってババにしてはウルトラシートップロープからフライングボディアタックを見せたんですけれども、一度フライングボディアタックを受けましたハリーレース、一瞬体を逆転させまして片指固めで抑え込みました。ハリーレース、日本で第56代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオン、ここに誕生であります。再びアメリカに帰ります。ハリーレース、 NWA の世界ヘビー級のタイトル、時間は20分56秒。さあ坊やジャスティン坊やにを抱きかかえております、ニューチャンピオンのハリーレース、奥さんも祝福にリングサイドに駆け寄りました。再びアメリカに戻されました。世界一価値あるベルト、 NWA の世界ヘビー級のチャンピオンベルト、銅に巻かれました。ハリーレースの銅に巻かれました。大トロフィーがニューチャンピオンハリーレースに渡されます。またしても世界のジャイアントババ王座7日殿下に終わりました。2回目の防衛戦はババにとっては大きな鬼門と言えます。倉持さんね、はい、ババ選手は左胸をね、かなり痛めたようでしてね、今冷やしてあのおりますね、手拭いで冷やしてますけども、はい、かなりあの痛めたようですね。そうですね、ちょっと今後ダメージが残りそうで、あ、これは嬉しい。イボンヌ夫人です。イボンヌ夫人です。そばにおりましたファンが握手を求めています。イボンヌ夫人も非常に嬉しそう。敗れた福島大会の時にはもう本当に泣き出しそうな顔をして控室に戻っておりましたイボンヌ夫人でありますけれども、祝福を受けております。ニューチャンピオンのハリーレース、第56代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンということになります。しかし敗れた馬場、日本選手で2度も世界の最高峰 NWA の世界ヘビー級に君臨した事実は永久にプロレスに残ります。今後世界のジャイアント馬場、また気持ちを新たにしまして再び王座を狙ってほしい、そういう気がいたします。 NWA の世界のヘビー級のチャンピオンになれるいわゆる器は日本ではジャイアント馬場以外に考えられません。ジャンボ鶴田も今一つ、タイガー戸口もキャリア不足、馬場にもう一度返り咲いてもらいたい、そういう感じがいたします。惜しくも敗れましたジャイアント馬場。さあニューチャンピオンの流血でこのタイトルを本当に文字通り視力を尽くして勝ち取ったという感じですね、田澤さん。今はね、馬場選手の勇み足だと思いますね。
あそこであの間を置かなければね、よかったんですね。そうですね、自ら墓穴を掘ったという形ですね。はい、残念でした。もう放送の前半にですね、ジャック・ブリスコに敗れた時、第49代のチャンピオンになった時に2回目の防衛戦で敗れ、そして7日殿下に終わった、今日も同じようですね。つまり、1回目のね、はい、同じことを2度やるわけにはいかなかったということで、あれがまずかったね。そうですね、この2と7の数字がですね、ジャイアント馬場にとりまして、このジンクスにならなきゃいいんですけどね、再び取り戻してもらいたい、そういった感じがいたします。ニューチャンピオンのハリーレースの表情であります。背中にも何かこう喜びを、この足腰ですけどね、過去2回は挑戦試合、それから初防衛戦の試合、ジャイアント馬場の得意とする32門ロケット砲がちょっと決まりませんね。決まらないけれどもね、またそれが一つの大きな不気味なね、脅威になってますね。そうですか。まあ、先ほどの田澤さんの発言ではありませんけれども、宮崎県の木島大会の時にバックドロップを打つ瞬間、ジャイアント馬場選手は昭和39年の2月の6日デトロイトオリンピア、スタジアムでルーテーズに挑戦して敗れた試合を一瞬思い出して、その瞬間の隙をついてルーテーズに取って切られたバックドロップを見事に見せたと試合の後語っておりました。そうでしょうね、テーズのまた最もそれが得意なところですからね。そうなんですね。レスリングってものは要するに相手の得意技の破綻、はい、返し技にあるんですからね。そうなんですね。これが妙味ですよ。はい、そこがこのプロレスの面白さですね。そうなんです。さて、頭をがっちりと取っておりますチャンピオンのジャイアント馬場であります。さあ、がっちりと首を取っておりますが、どうやらリングサイドにジャンボ鶴田選手がこの試合じーっと待っておりますけど、ちょっと待ってください。チャレンジャーの攻撃です。チャレンジャーの攻撃、さあバックを取った、もう一回アトミックドロップで返す、取られた技には取った技で返します。ジャイアント馬場です。目がランランと光っております。さあ、チャレンジャーのハリーレースがもんどりと打ちました。頭をちょっと打っております。頭というよりか額の部分を打っております。リングの中におりますのはジャイアント馬場。今日も改正ルールだ、テンカウントでチャレンジャーリングの中に入りませんと負けます。タイトルをアメリカに持ち帰ることができません。今回の来日ではこれが最後。アブドラド・ブッチャーとの特別試合が組まれておりますだけに、 NWA の世界タイトルはこれが最後。さあ、今度はロープ越しにジャイアント馬場がリングの中に引きずり込んでまいりました。ストンピングの体勢です。ストンピングに出ましたチャンピオンのジャイアント馬場。さあ、145キロ、全体重を乗せました胃袋のあたりです。一瞬呼吸が止まりますね。この技はいいですね。そのままカバーの体勢だ、決まるか、決まらない。よく返した。ハリーレースも返します。さあ、このあたりは両選手の動きが非常に活発になってまいりました。またしてもフライングメアでリングの中央にいい位置に取り戻しました、ジャイアント馬場です。それでは一つジャンボ鶴田選手に聞いてみましょう。ジャンボ鶴田選手、どうですか、今馬場選手の動きを見てて2度目の防衛なりそうですか。そうですね、最初からね、でかい技出してるんでね、調子はいいと思いますよ。だけど、はい、ハリーレースもね、やっぱチャンピオンですから、やっぱし1回2回はその手を振ってもね、3度同じ手は出てこないと思いますね、僕は。なるほど、その辺が難しい。 そして、まさか、家族が来てるでしょう、はい、でその前でやっぱし一生懸命やってですね、必ず防衛して帰りたいと思ってるんじゃないですか。なるほどね、はい、まあ、いいところを見せたいということで、はい、やはり相当その今日のハリーレースは警戒を要すると。そうですね、いうことは言えますか。ちょっとありがとうございますね。こういったところです。読売テレビの竹山アナウンサーにリングサイドにいますジャンボ鶴田選手に戦況をちょっと聞いてもらいました。さすがにジャンボ鶴田も冷静に判断してますね。まだまだ油断大敵だということを語ってますね。さあ、再び試合に戻しましょう。リングの中央であります。まあ、馬場選手としてはね、要するに、引き分けに持っていけばいいんですからね。はい、そうですね、無理しないで、危ないことはやらないで、はい、ぜひこれは引き分けにでも持ってってほしいですね。しかし、アメリカサーキットをやってもらいたいと思います、はい。そうですね、まあ、NWA のタイトル運営委員会の指名によりまして、 NWA の世界ヘビー級の選手権次期開催地はテキサス州のダラスということが決まっております。まあ、当然ジャイアント馬場選手もアメリカ遠征行くつもりでありまして、すでにもう馬場はパスポートを試合用のカバンに入れております。ダラスの暑い日になりますよ、はい、これはですね、うん、大いに、まあ、長いことこの NWA の、ヘビー級のベルトをずっと守ってもらいたいですね。そうなんです、はい、
そうしますと、この今話を伺いましたジャンボ鶴田にしましても、はい、もう一回ジャイアント馬場に挑戦というチャンスもありますからね。ああ、そういうことですよ、はい。戸口もそれを狙ってるでしょうね。そうですね。そして日本のファンもずっとこの NWA の世界ヘビー級のチャンピオンベルトをジャイアント馬場に守ってもらいたい、これが願いであります。さあ、ジャイアント馬場が生き返りました。逆水平でまたしても場外に突き落としました。馬場好調です。相変わらず馬場好調であります。今夜は NWA の世界ヘビー級の選手権試合2回目の防衛戦ですが、これは馬場の長い足首を持ちまして場外に引きずり落としました。そしてこれです、場外でのパイルドライバー。ジャイアント馬場は体重があるだけで豪快した、返した。さすがに冷静馬場、世界チャンピオン馬場、うまく振って返しました。ジャンボ鶴田は場外での勝負の時にはこのパイルドライバーを、それからブレンバスターを送ってとうとうタイトルを取れることができませんでした。さすがにジャイアント馬場であります。うまく切って返しました。今のはレースとしてはまずいですね。まずいですね。損したですね。そうですね、ちょっとダメージを残しています。さあ、家族が見ている前でタイトル奪還なるかどうか、ハリーレース。さあ、ここでチャンピオンのジャイアント馬場、一気呵成に攻め込んで2度目の防衛はもう目の前です。ネックブリーカードの大技を展開する馬場。ババ2回目の防衛、どうやら成功しそうだ。どうだ、あっと足を突き出した、足を突き出しました。チャレンジャーのハリーレース、計算してます。もう後がないだけに本当に必死ですね。計算してますよ、今の場合、ね、全ての気力を振り絞って今日の戦いに挑んでいますチャレンジャーのハリーレース。そして今度はパイルドライバーはジャイアントババが見せます。脳天食い打ち、これがフィニッシュになるかどうか。しかしロープのそばだ。しかし抑え込んだ。カバーの体勢、右足を突き出す。ハリーレース右足を突き出しました。必死です。その右足を突き出したその奥に奥さんのイボンヌ夫人と息子さんがいます。さあ、大変な一戦になってまいりました。 NWA の世界ヘビー級のタイトルマッチ、ジャイアント馬場にとりましては2回目の防衛戦。第49代の世界チャンピオンの時には2回目の防衛戦でジャック・ブリスコに敗れています。その2回目の防衛というのが鬼門になるかどうか。しかも今夜は7日目の防衛戦です。さあ、ダイビングヘッドバットを打ってまいりました。ハリーレース18番中の18番、ダイビングヘッドバットを敢行してまいりました。第54代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのこのハリーレース、そして2位スタンプです。過去の2試合でもこの2位スタンプ、それからヘッドバットによりまして期待を切られました。チャンピオンの馬場、ちょっと馬場が危険な状態、返した。必死で返します。2回目の防衛。前半序盤戦はハリーレースが突然とワンハンドバックブリーカーを仕掛けて劣勢に陥りましたが、さあ今度はおっと体を浴びせ倒した。そのまま抑え込む、防衛か、ダメ。いや、よく返した。ハリー返しました。ハリー必死です。どうしても今夜が最後の NWA 世界ヘビー級選手権、アメリカに持ち帰らなければなりません。それが使命です。さあ、脳天体決まり、ジャイアントババ今度はダブルチャップ、脳天に炸裂。防衛かダッシュか、すごい試合になってきた NWA の世界ヘビー級の選手権。ジャイアント馬場2回防衛すれば自己の新記録にもう一つ新記録が加わります。ジャイアント馬場必死であります。ハリーレースも必死であります。顔面好調であります。さあ、ボディに一発パンチを苦戦いたしました。勝負の方は15分が経過いたしました。勝負は15分が経過いたしました。 NWA の世界ヘビー級の選手権試合、さあサイドスープレックスだが、あーっと決まった。馬場が対角線上に後ろ側に放り投げられました。ハリーレースカバーの体勢、返す、馬場返しました。いいですね、今のね、サイドスープレックスは効いてますね。今のは見事ですよ。頭の後頭部を打っています。馬場であります。ちょっと起き上がるスタンディングポジションを取る姿勢がちょっとルーズになりました。そしてハリーレースがパイルドライバー、脳天食い打ち、これは効いたぞ。まともに当たりました。キャンバス中央、キャンバス中央、大熊選手あたりが気合をかけました。馬場生き返るか、馬場生き返るか、返った、返しましたね。馬場返しました、ねもう必死ですね。必死ですよ。2回目の防衛戦、ジャック・ブリスコには2回目の防衛戦で敗れています。可能性は私はあると思いますね、まあ、この2回目の防衛、しかも防衛の日が7日目というこのジンクスがですね、はい、京都出ないで吉と出ればいいんですがね。そうなんですね、でも今までのところね、初戦ハリーレースが非常に積極的に出たが、はい、馬場選手の方はですね、むしろやっぱり馬場ペースですね。これは馬場ペースですか、はい、なるほど。今日は積極果敢に飛び出しております、技を出しておりますチャレンジャーの、ハリーレースです。さあ、世界のジャイアント馬場がここでようやく自分のペースをつかみかけましたが、さあロープを大きく使います。さあ、何を持っていくか、おっとそのまま体当たりだ。そのまま覆いかぶさったが、さあカウント、初めてのカウントが入りました。
今の自分の体を合わせた技はいいですね。はい、いいですね。体力に物を言わせました。そして川津落としから川津掛け、川津掛け、さあ得意技を早くも敢行いたしました。世界のジャイアントババ防衛なるかどうか。防衛なれば自らの NWA の世界タイトル2度防衛新記録ということになります。そのままもう一回抱え投げに持っていきました。今回のね、はい、ババ選手のね体調ってのは実に素晴らしいと思うな。なるほど。あのこの人の長所のね足がいいんですよ、これはね。そうですね。足の良さと懐の深さっていうものをね、はい、十分に発揮してますね。そうですね。まあおっしゃる通り技のキレ、それから軽快なフットワーク、動き、インサイドワークのうまさ、さらにまたコンディションの調整、いずれを取りましても現在のジャイアント馬場は最高の状態にあります。そういえば馬場選手が PWF のヘビー級のタイトルを取った時が47年の10月22日から48年の2月の27日にかけての10番勝負で取ったわけですけれども、その時の相手がブルーのサンマルチのテリー・ファンク、それからアブドラザ・ブッチャー、ザ・デストロイヤー、そしてスナイダー、ドン・レオ・ジョナサン、パット・コーナー、ボー・ブラジル、こういう世界の強敵を相手に10番勝負で初代の PWF の王座についたわけです。その時にも心身ともに絶好調でしたジャイアント馬場。やはり立山さん、はい、大きなタイトルをものにするときはですね、はい、そういったものが全てが噛み合ったときでなきゃ取れないんですね。そうなんですよ、はい、でコンディションのね持ってき方が実にやはり馬場選手はうまいですね。そうですね。それでなんといってもこの人の足腰の強い間はね、これはもう大変なねあの武器ですね。はい、勝負はタイトルマッチ5分が経過しています。しかしまあ世界最高峰を極めた同士の対決だけに本当に一瞬の隙が大事です。過去の2回の試合を見ましてもですね、はい、このジャイアント馬場が挑戦した試合は、ジャンピングネックブリカードロップで取りました。それから初防衛の時にはバックドロップでしたがね、両者ともに得意技を仕掛けたその一瞬の隙をつきましたね。そうなんです。さあチャレンジャーが、おっとこれです、バックを取る、うまく今回もバックを取ったが、バックドロップ、バックドロップ、バックドロップ、あーこれは1回目の防衛はこのバックドロップで成功させました。さあカバーの体勢どうだ、2回目の防衛なるか、返します、チャレンジャー返します、ハリーレース返しました。さあここはもう追い打ちをかけます、上気を使いました。チャンピオンのジャイアント馬場であります。2回目の防衛戦、フライングメイヤー首投げ、自分のペースに取りに行きます。さっき私が申し上げたこの一瞬の隙ですね。そうなんです。先ほどのバーディカルスープレックス、ブレンバスターはこのハリーレースの得意技なんですけれども、一瞬の隙をついて後ろに回りましたね。そうなんですよ、相手側のね得意技の裏を取る、はい、いわゆるこのマッハのタイミングとで言いましょうかね。そうなんです。相手が得意な技を打ってきた時にはですね、一瞬空白状態が見られますからね。 その一瞬の隙をついて返しました。ジャイアント馬場のうまさです。オールテーズに習ったというんですね、はい、あそうなんですね、うん、まあ、過去いろいろとこう辛酸を舐めました。過去の19年間のキャリアがこの大試合で爆発しています。さすがに馬場ですね。馬場ですね。この世界最高のタイトル NWA の世界ヘビー級のタイトル、やはりこの力だけではなくてですね、はい、過去のキャリアがいかに大事かということを思い知らされましたね。そういうことですね、はい、それとね歴代のチャンピオンの中で、これだけね足腰の強い人はないですね。なるほど。その点だけは抜群だと思います。本日のメインイベント NWA 世界ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。赤コーナー挑戦者255パウンドハリーレイス、日を追って非常に厳しい表情になってまいりました。NWA のベルトをアメリカへ持ち帰ることができるかハリーレイス。320パウンドジャイアントバーバー、今夜2度目の防衛戦、果たしてタイトル防衛記録を伸ばせるかどうか、ジャイアントババであります。今夜2回目の防衛戦を迎えました。 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのジャイアントババ、今夜も NWA のタイトルマッチ改正ルールで勝負は行われます。60分の一本勝負、反則勝ちでもタイトル移動、そして場外は10カウントという改正ルールであります。 NWA のオフィシャルレフリー城樋口レフリーが入念な両選手のボディチェック、注意が与えられました。さて60分の一本勝負、ジャイアント馬場2回目の防衛戦、ハリーレースはジャイアント馬場に2度目の挑戦であります。さあ田津浜さん、はいはい、いよいよ始まりましたが、過去2回の試合ともですね、はい、馬場の挑戦試合、それから馬場の防衛試合、はい、もう本当に、おっとちょっと待ってくださいよ、シュミット式のバックブリーカーだ、ワンハンドバックブリーカー、おっとこれは挑戦者ハリーレースが見せました、ワンハンドバックブリーカー一発目を敢行いたしました。チャレンジャーのハリーレースであります。
ほら、初めからとにかく積極的に出ましたね、やはりそうですね、はい、先制攻撃を見せました。過去2回の立ち上がりとちょっと違いますね。違いますね。そうですね、今までのところはね、はい、過去の成績にしても、はい、2回の試合にしても馬場選手の方がね、はい、私は6分知るで良かったと思うんですね。そうですね、今後もね、チャンピオンになればいろんな有利があるし、心理的な問題があるので、現在のところ馬場君の防衛の方がずっと有利ですね。馬場の表情が歪んでいます。思わぬ先制一打によりましてちょっと劣勢に立ちました。チャンピオンの世界のジャイアント馬場であります。第55代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオン。そして馬場がいい体勢に持ち込もうとしてるんですが、しかしがっちりと首を取って離しません。チャレンジャーのハリーレース。ハリーレース今度はとにかく積極的な意欲見せましたね。本当ですね。まあ、ハリーレースはこの来日スケジュールを見てみましても、後楽園ホールからのアブドラゾブッチャーとの特別試合だけしか残ってませんからね。そうなんですよ。本当にもう最後の最後というような感じがいたします。チャレンジャーのハリーレース裸締めに行きました。チャレンジャーです。今夜も福島大会の時と同じように奥さんのイボンヌ夫人とそれから9歳になります坊やがこの試合を観戦中です。福島大会の馬場に対する挑戦試合の時にもこの奥さんと子供さんが見てきたんですけれども、配色が濃厚になると坊やを抱きかかえるようにして控室に戻っていきました。やはり父親の負けるところは見せたくないんでしょうね。そうですよ、それはね、果たして今夜はその お父さんの嬉しい表情を見られるかどうか。イボンヌ夫人とジャスティン坊やです。9歳ジャスティン・ボーヤは、親父の子は、まあ、カエルの子はカエルというんでしょうか、アマチュアでレスリングをやっているとこのように聞いています。さあチャレンジャーのハリーレース、がぜん調子を出してまいりました。2回目の防衛戦、さあジャイアント馬場がここで一気呵成に攻める込むか。ショルダースルーで落としました。ショルダースルーで落としました。そしてジャイアンチョップを見舞います。チャンピオン世界のジャイアント馬場、大きく持ち上げて角度がいいぞ。この2回、過去2回の対決におきましても非常に抱え投げが、落差の大きい抱え投げが見事に決まっておりました。ジャイアント馬場であります。さてこのジャイアント馬場なんですけれども、はい、第49代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンになった時にも、7日殿下で、ま、タイトルを奪われてしまったわけですけれども、今夜がちょうどですね7日目に当たるんですね。いやそれだけに余計ね、はい、これはどうしてもキープしたいでしょうね。そうですね、またしてもらいたいし、この新記録を伸ばせるか世界の馬場。さあ 2-3 歩打ってまいります。 2-3 歩打ってまいります。ちょっとこれは危ないですね、ちょっと危ないですね。ちょっと動きが、チャンピオンの動きが鈍くなりました。徐々にこの力を蓄えておりますこのハリーレース、中盤からどうやらハリーレースのペースになりそうですね。そして距離を測っておいて何でいくか、ダイビングボディ、ダイビングヘッドバット、ダイビングヘッドバット、これはうまくかわしました。やっぱり一瞬の隙をつきました。はい、よく見てましたね、はい、この辺りがキャリアなんです。過去20年のキャリアがあります。ジャイアント馬場あくまでも冷静。さあ立ち上がって先手必勝だ、先手必勝だ。膝をちょっとくの字、そしておっと16番アグロ先端に打ちました。そしてそのままカバーの体勢、防衛か、ダメ、あ返した、また返す、本当によく返します。必死、ハリーレース必死、そうですね、ものすごい必死の形相になりました。ハリーレース本当に厳しい表情です。どうしても返さなくてはなりません。アメリカにタイトルを持ち帰りたいハリーレース必死。16番顔面に、これがフィニッシュ、これがフィニッシュ、ファンは願っている、防衛か、ダメ、また返します。ハリー返しました。さあもう何が何でも防衛しなくてはなりません。今度はおっとジャンプ1番、今手を落としたんですか、2サンプですか、膝ですね、はい、手刀ですか、はい、手刀を見事に落としました。さあハリーレースがグロッギーだ、ハリーレースがグロッギーだ。ジャイアントパパチャンス、ここはチャンス、もう1回ジャンプ1番、手刀を落としまして機体がどうやら切れたようです。ブルーのキャンバス、ブルーのキャンバス真っ赤に血塗られました、はい、おっとハリーレース出血、チャンピオン有利、チャンピオン有利、その激しい血が目の中に入ります。ちょっとめくら状態のハリーレース、さあジャイアントパパ一気火星に攻めるか、大きくロープに飛ばして、さあ16問、16問カウンター、いよいよ馬場の殺人コースか、馬場の殺人コース、さあ防衛が近くなってまいりました。いいペースですね。そして川津だけ、川津落とし、これは決まっただろう、2回目の防衛、さあロープににじり寄る、ロープににじり寄った、ハリーレースロープににじり寄りました、かろうじてロープに助かりました、ロープブレイク、
リングサイドのミセスとね、いつの間にかいなくなりましたね、リボンの夫人とそれから9歳の坊やジャスティン坊やが、おっといますね、ジャスティン坊やがいます、2人がもう一生懸命この試合を観戦しています。さあジャイアント馬場まだ有利だ、まだ有利だ、さあ出血をしております。ハリーレース、さあ必死です、なんとしても NWA のタイトルをアメリカに持ち帰るこの義務感だけでしょう。ハリーレース、さあ一瞬にて攻守ところを変えました。ハリーレースがセカンドロープ、セカンドロープ、トップロープ、ジャイアント馬場気がついた、殺人ホイップ、デッドリードライブの対戦、過去2回も成功しているデッドリードライブ、引いた、リングの中央、さあロープに飛んで何を持っていくか、おっと、おっと、ボディープレス、ダイビングボディープレスは失敗、両方の膝が、両方の膝が胃のあたりに炸裂、これは思いもやらぬハプニングであります、よく見ておりました、チャレンジャーのハリーです。ハプニングが起こりました。両膝を膵臓に打ち当てました。両膝を膵臓に打ち当てました。胃袋のあたり苦しい。ジャイアント馬場の表情。さあ一瞬にして攻守交代。さあここで生き返るか。チャレンジャーのハリーレースが大技、ブレンバスター。いや、脳天食い打ち。これは怖い。145キロの自らの体重で損してます。さあそのまま覆いかぶさったタイトル移動か。あーよく返した。大丈夫だ。チャンピオン守ります。馬場チャンピオン守ります。第55代の名誉にかけても、なんとしても守り抜かなければなりません。今夜のこの尼崎の超満員のお客様もそれを願っています。一方のハリーレースは家族、奥さん、そして坊やの前でタイトルをアメリカに持ち帰ることができるでありましょうか。さあネックブリーカードロップ、さあ必死で返しました。ジャイアント馬場ネックブリーカードロップ、リングの中央、ロープに逃れることはできない、カバーだ、これはチャンス、馬場チャンス、坊やか、ダメ、必死で返します。返しましたね。凄まじいスタミナですね。大変なもんですよ。そうですね。勝負の方はいよいよ。